なこの世になんて言った、この世に海の中もあるまし、無駄であすか、どういうこと、え、無駄はあるよ、あるすか、無駄は遊び、いや遊びも絶対無駄やないでしょ、あそういう考え哲学持ってるね、いや持ってない、何故それ、どういうこと、もうちょっと分かりやすく僕に言って、死ぬ以外無駄なかろって感じ、死ぬ以外無駄なかろ、うん、死ぬことは無駄、あ無駄ね、じゃ死んだら全て終わり、輪廻転生は思ってないやろ、輪廻転生生まれ変わる、あ今のこのほら要はあるや、今真面目にしたり、はい、徳を積み寄ったらいいことしたら来世生まれ変わった時、あの世死んで生まれ変わった時立派な人になれるかなみたいな、また人間にないね、人生一度きりっす、面白い、君面白い時期だな久しぶりやけど、じゃあなんで君今何歳、40っす、40でなんで人生無駄がないってそんな悟ったと、何かあったと、大きなこと、何も別、いや昔からそう思ったと、人生絶対無駄ながらでしょ、遠回りしゅうが近道しゅうが、うん、もう成功の道で言うとは決まっとっけ、え成功の道が決まってる、うん、もう遠回りしゅうが近道で行こうがどっちにしても成功するには、うん、はあ、絶対遠回りかそのどっちかは分からんばって、うん、もう決まっとっけ道で、おお、だけど君社長今そうす、今その解体、解体ですで今なそれ俺は現場出らんって言ったけど何仕事日々、うん、営業と、ああ、営業周りのサポートと、ああ、で人のおらん時誰かが休んだりした時が自分が出て、ああ、でたまたまこの歯の痛かながらに出らんばやったけん、うん、ちょっといかんて、ね、たまたまね、どこも何件断られた君、だけ18ぐらい、何日前からやった、3日4日5日ぐらい、もう4日前ぐらい、でその間うちの存在は分からなかった、いや分からなかった、会社で調べたけ、ああそういえば上からかけた、もうず十何件全部断られた、うん、でうちはうちが今から来ていいよ、今日日曜日の夜9時、うん、来ていいよって言われたらどう思った君の心は、うわ本当は来てよって思った、来てよ俺が何の話、訪問診療しようぜ、いやもう運転できんぐらい、あ反応痛かったけん来てよって、うん、マジ思う、いや行けるわけねえや知らんやんどこかあほんまとりあえず氷ばなめて、うん、痛みの減つくのになったところを、うん、もうバンバンバン飛ばして事故りそうになった、なったっすよ、5、6回なったっすよもう、いや何それ追突、追突で川に落ちたけど、でもなんで川に落ちるガーンして運転しちゃったけガーンしてずっと、あ大変ね、大変でも麻酔打って今痛み何パ、今まあ10、うん、楽にはなってよう喋ってきたろ今、うん、やけ集中したら喋ったり楽しいことすると楽になるまだもうちょい、はい、やけまだほら、うん、こうやって時間稼ぎやん、どうせお互いおしゃべり好き同士やろ、いやちょっと俺はお前好きやな、いや好き言うだよ先さあそれで喋ったらはえふーってなぜそこで派手なんかつくみやみたいなね、あの同じ話のしやすか人ない好きっすよ、そのああどういうこと、いや僕もほら仕事の関係、ああ仕事知らんもんね、うん、やっぱり、うん、買いたい儲からんと、まあ、本当ね、個人宅、個人宅も病院も、あ病院もすると、うん、それ病院は県かなんかのお金もらえるろもあるし、うん、自分で仕事を取るときもあるし、やけ営業中のはどこに突っ込んでいくと、病院に突っ込んでいくと君、いやいやもうある程度話の転がっとっけんが、あ転がっとるね、あそこなんか建て替えるらしいよってね、やっぱり創業が持っとっけんが、あとはもう知り合いのパイプつなげて、いいや面白い、あやけもう一回話聞くけど、うん、なんで全て人生は無駄じゃないって悟ってると、今君の悟ってる、おい悟りですか、うん悟って、いや分からんばってん、いやパチン、じゃあパチンコする掛け事、パチンコをやめたっすね、何故に、まあ3人目が生まれたけ、あれおめでとうだ、何歳今、いやいやもうそれもう12歳っすよ、あ、まあその時でも偉い、もう12年前の話やね、じゃあそうっすね、うん、なんで やめないかんと、暇のなくなったっす、あそっち3人を、パチンコは人生に無駄と思わない、いや思わんすね、何故に、勝てば、勝てば、おい元パチプロ剣、あそっち系、じゃあ人生でそういう人聞く、あの掛け事してる人に聞いてるんですけど、パチンコとスロットとどっちしてる？いやスロット流行ったばって、うん、パチンコは。でパチンコが過去
ね、1日で昔先輩が2000年ぐらいに朝から晩まで打ったら40万円稼いだって言ったんですよ。今稼げんやろ。だいぶ、まあ、パチンコ今は知らんばって前、じゃあ君が1日で稼いだいくら、はい、最高、まあ、最高は38とか。お、何時から何時まで打って、7時前だけ、6時から11時、6時から夕方、うん、たったそれだけ で昔パチンコしよったんですか。したことない。ああのあぶくぜに信じてないやけ無駄と思ってる僕。あ、それを昔北斗ってあったっすね、うん、北斗の県ね、はい、それがもうかかりっぱで、あすごい、もうラオウ2回昇天でもう一撃で、我が生涯にいっぺんの食いなしていい音、まんまいまんまいバーッバラバラバラって出ると、もうずっとずっす。じゃあパチプロって表現しようけん。いやパチプロに流すよ。あ、じゃあ1回じゃあいくら投資してる、それ買ってる時。勝つときはやっぱり1万前後ですかね。で、そんな40万買うね、はい、じゃあ人生でパチンコプラスですかマイナスですか。マイナスでしょうね。いや無駄やないか。いや勝つ言うたんや君。マイナスで、うん、マイナスで勉強することだって。あ、勉強する。やっぱりマイナスよね。そうマイナスよね、うん、なんえただそれだけど、うん、やっぱり人生って負けるよ、賭け事は負けるようになっとるよね、うん、世の中、うん、意味ないやそれ無駄やに頑張ってそこでそれが分かったけど。ああ面白い人やね君ね。絶対マイナスはない。え、はい、ああ分かった分かった。お金はマイナスだけど、うん、得るものはあったってこと。絶対ある。おお、なんか今日深い話しようね君ね。いや不幸はなかったね。絶対あるでしょ。あそう絶対、ま、もう無駄はなかった。おお一番君の最高やった人生何。最高やった人生、子供生まれたってこと。いや最高やった人生やった、ね、今やなかったっすか。あ、お言っちゃった。どういうこと今。今ハイタイでギャーチ、歯痛くばって今何を。いや金お金持ちって聞いたら金ねっすって叫んだよ。流すよ。なかったでしょ。いや知らん。いやあったよ。1万円投げてたやけ。1万円投げてたや。いやそれどうでもいいやけど。いや逃げるとか言われたけんが、じゃあ1万全部置いとくよって。いや逃げるとは言ってないけど、うん、あのそのまま帰る人もいるけん、うん、過去におったけんそういうね。いやで結局あの今なんで最高と何が最高と。痛みのまず長戸と。あ、それ切断の喜びやね。でも過去は振り返らんもん。ああ、僕と一緒や。うん。へへへ。居酒屋かも。過去は絶対もう あんまり振り返らんけんやっぱり。ああ。振り返ってよかことなかけん。あ、悔しいことがいっぱいあった。いや、なかす。ああ、よくないと、ね。いいことって思って過去は振り返ったらもうまた掴みきらんや。いいこと。どん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 階段登っていかんと人間。いいこと言ったね。それが今日の一番いいことかもしれんね。頑張ります。だって俺が頑張りました。虫歯だけはねちゃんと直さんとそうそうそう直しよったばってね。まあ銀歯がいっぱい入っとるけど、だけど親知らずバッコシ虫歯割れてる。ただそれ理由がある。教えてもらってないやろ。通称ランパウンドカリエス、別名ペットボトル食。解体地よけど営業地よけ夏もう外歩き回るやろ。喉乾きました。何飲む？おい水す。あ、水かアクエリしか飲む。あ、アクエリがダメ。熱中症対策にいいけど、アクエリアス歯めっちゃ溶かしていく。インしてん。ああ、いやいやいっぱい飲む。薬。薬？何薬って？種類。シンナーとか。シンナー？いやでも君頭が言うような哲学や。僕哲学的な頭やけん。君理論派。理論派。うん、友達が僕あの市営住宅住んでたんですよ。はい、市営住宅。県営住宅ね。はい、県営。妹がおって、はい、おじいちゃんが歯医者やったけど、お父さんが後継がんでサラリーマン、貧乏。俺と一緒。いやいや。で、たら市営住宅、県営住宅っていうのは家族4人で家賃3万円、そういうとこから始まったうち。たら普通に君ほら断れたろ。5時6時で閉める歯医者。うん、十何件も痛いんで仕事が終わりで5時以降いいですかったら無理です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 って言ったろ。ただほら死んなすとったら脳みそが麻薬とかやったら人間やめますかって言って、それとも薬やめますかっていうぐらい死んだ脳みそを崩していくですよ、うん、でも君はいや僕がんなっとった。がんってどっち。あ、こういう風になっとった。いやなってないなってない。君理論派賢い賢い全然賢くねえ。いやだって人生に無駄なものはない。今楽しい、
過去は振り返っていいことがない。いやまともなこと言ってるよ君、言ってることわかる、ね、まともすぎる、まともの人よりまともすぎる。うちに来る、夜中来る変な人より、保険証ないお金もないでもやれっていう人より、えらいまとも、全然まともじゃなかったよ。おい、ミスターポジティブ、ポジティブ。おー、面白いね、君ね。マイナスなかすもん。いいことやん。ただ、マイナスはなかったね、金はなかった。でも、金ったって子供3人おるやろ？ 1 人、一番長男、長男、長女。長女、長女、長男、あ、長女、あ、女、男、男。で、育て上げたやろ？まあ、育てよう、途中。いや、一番上何歳？大学。おい、大学行っとるやん。だって、脳細胞崩れた崩れたって言ったっても、うんうん、崩れた子供が立派に大学行っとるやん、まあ、それは親ば見て、うん、あ、ダメねダメね、いや、いや、いや、いいお嬢さんだった。じゃあどこ行くようにか。いや、公務員専門学校。ああ、いいこといいこと、うん、リッチギやろ。誰が多いですか。なんでや、娘やろ。ああ、娘君リッチギ。リッチギっていうのはコツコツちゃんとした道を歩いて堅実に生きていく。いや、長ですね。じゃないと社長ならんやろ普通。これ一発逆転だって。いや、大体そっちっす、うん、なるようになる。うん、だけどそうやって、うん、ラリった人がなるようになるとか言うと思う。ラリっとけんでしょ、君。そっち。だってまともな人は挑戦できんけんが。じゃあ俺どうなるんよ。おや、まともやなかったで。まともやなかったとか。まともや6000万円の借金これあったよ。おりゃーって。みんなが借金は、できたという、うん、まともやなかった。他の人がしないとこするやろ、今日予約なしで。来ていいよって。めっちゃ痛いです。あ、今からいいですよって。どう思った、来いやって。何言ったんだよ、それ。来てよ。来てよやないわ。なんて行かないかって。違う。誰や、あんた誰や。何して電話しよったって。うん、わかるけど、来てって変やろ。訪問診療か、いいじゃん。寝たきり患者さんです。マジ悪いだったけん。で、今はまあまあ、さっきみたいな。もうだいぶ心取れてきた。そうやろ、ゼロじゃなかったって。ゼロじゃないけど、ずーっと、喋ってきたい、うん。はい、この、三角マークな、どういう意味？三角マークどうですか？さっき言ったやん、ほら指が。ああ、これ、うん、これを、はい。は、握手をしたら。握手をした時に、うん、その友情を深めるっていうか、へえ、うん。絆。絆、うん。そこを使えるって。で、さっき言ったやっぱり新人、うん、信じとらん人には、うん、やっぱり握手せんでしょ。ああ、そういうこと。知り合いや仲木、握手せんし、仲間じゃ仲木、握手せんし、うん。っていう。で、なんでこのマーク？なんでこのマークは、これはまた自分が考えたやん。いやいや、それはもう大殿三つ星で、うん、自分はただ一丁増やしたっていう。ああ、そういう話？そうっす。あとほら、親指とか。ああ、これは関係ない。手のひらこうして、きれいに。これは関係ない。関係ないとか、うん。で、ここにもあるやん、三つ。これは何？つぼ星？つぼ星。つぼ星したの。もう14歳の頃全部したけど。いやいや、その、ここはどういう意味？この意味。何でも知りたい派、僕雑学多いけん。いや、根性焼き場入れよったけん、うん、ついで根性場ここに入れるかね。面白いあ、そうちゅうこと、ありがとうございました。